はい、皆さんこんにちは。こんにちは。さあ、今日も元気に恋するブックカフェをお送りしましょう。はい。さあ、ひとみちゃん、はい、恋するブックカフェずいぶんやってまいりました。はい、はい、記念すべき今日は第何回でしょうか。はい、30回目になります。30回スペシャルで。そうです、スペシャルで今日はいつもにも増して、はい、大物来ていただきました。はい、はい、楽しみにしてくださいね。はい、では、はい、いつも通り恒例でございます。はい、今や世界でたった一つ、なんかひとみのご挨拶ご紹介したいと思います。どうぞ。はい、恵方巻きの絵、中目黒の中、24のひとみ、そして皆さんの体にビタミン、心にひとみ、絵中ひとみです。よろしくお願いします。このね、1ヶ月ぐらい、はい、少し1行2行増えました。ちょっと増えましたね。はい、心に、体にビタミン、心に瞳、これが増えたんですね。はい、じゃあしっかり覚えましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、そして私が生涯獲得賞金0円、プロテニスプレーヤーの南雲克典でございます。よろしくお願いいたします。毎回ね、はい、プロテニスプレーヤーといって本当にお前プロなのかと思ってる方いらっしゃって、ライセンスありますもんね、ちゃんとね。実はあったんですけども、うん、資格をですね、今停止されてまして、今プロスポーツ選手が問題を起こして、はい、いわゆるカジノに出入りして賭博をしたりとか、 あとスポーツ選手がいろいろ何ですか、法に触れる行為をしたりとか、はい、物を取ったりとか、はい、何かね、いかがわしい行為をしたりとか、うそういうのが問題になっているので、日本テニス協会がライセンスを、継続するにあたって、人間としてちゃんとした常識を持ってるかどうか、うその講習会を受けないとライセンスを取れないと。なるほど、厳しくなりましたね。厳しくなりました。なかなか自分はその講習会に行ってらんないやっていう話を日本テニス協会に言ったら、分かりましたと。じゃあ、 インターネットでもいいので受講してくれないかと、って言われたんですけど、パソコンを持っていないんですよ。受講できない。で、ね、テニス協会に電話をしました。はい、そしたらテニス協会が、じゃあ郵送で問題を送りますからということでですね、日本テニス協会からこういう問題がですね、送られてきたんです。わー、全4問。難しいですか。はい、これを答えて、はい、テニス協会に返送してくれという、かなりアナログなところまで僕のために譲歩してくれましたから、テニス協会は。ちなみに問題なんですけども、はい、第1問、はい、第1問こんな問題が出ております。従来の企業活動や企業人に加え、スポーツ団体、そして選手を含むスポーツ関係者に対してもコンプライアンスの重要性が強調されるようになっています。その背景にあるものとして、誤りと思われるものを一つ選んでくださいという問題なんですけど、はい、問題自体がよくわかりませんよね。コンプライアンスだとかね、なんかいろいろ書いてありますけど、よくわからないんですけど、ちょっと辞書で調べてみたら、ね、なんか法を遵守するみたいな、なんかそういうような言葉らしいんですけども、あ、いい、うとありまして、この3つのうち選ぶんですね。1つだけ誤りがあるだそうです。はい、まず1つ目、中央競技団体が公益法人化し、その活動の公益性が一層重要視されるようになったので、今こういうようなコンプライアンスが重要視されるようになっているのか。次、スポーツ競技団体やスポーツ関係者による暴力問題、不正経理、賭博問題などの社会問題化により、スポーツ団体や選手を含むスポーツ関係者への社会の目が一層厳しくなっているから、コンプライアンスが重要になっているのか。これは正しそうな気がしますね。正しそうですね。3つ目、はい、スポーツ選手にとってのコンプライアンスとは、法令さえ守れば十分であることを意味している。なんかこれだけ違いそうな感じがしますね。2番かな、3番でしょ。あ、3番だなこんなのが4問出ております、ね。それをちょっと答えて返事して合格するとライセンスをくれるということで、継続できる。はい、今一時資格停止中でございます。
頑張ってください。やっぱりね、あのスポーツの世界もそうなんですけど、あのオリンピックだ大きな大会で活躍したりするじゃないですか、選手が。そうするとそのスポーツ自体がやっぱり人気が出て盛んになるんですけれども、一方でですよ、なんか最近某競技でいろいろワイドショーで話題になってもありますよね、うん、なんかね、ちょっと後ろからぶつかっちゃったりとか。そうですね、ありましたね。もう命令したとかしないとかっていうと、そのスポーツ自体が悪い印象を与えてしまうので、はい、そのスポーツ競技の団体に所属している人にはやっぱりちゃんとした行動を取ってもらわないと、そのスポーツのなんとか協会としては困るわけですよ ね、 そうですね。活躍するだけじゃダメだ。どんなに活躍してもカジノ行ったりとか、そうです、ね、中学生にちょっといかがしい声をしたとまずいので、そういうことのないようにという。コンプライアンスですよね。そうです。いいこと言いますね。はい、成長してますね。はい、そういうことが必要だということでございますよね。そうなんですね。はい、ちょっと今日は30回目なので、アカデミックな話をね、はい、しちゃいました。そうですね。はい。はい、さあ、また蒸し暑くなってまいりましたんで、はい、水分とか取らないと。そうですね、熱中症とかになりますんでね。はい、まめに取りましょう。そうです、熱中症にならないために、うん、おすすめのグッズがこちらでございます。はい、はい、このペットボトルホルダーでございます。はい、ペットボトルだけだとダメなんですよね。そうですね、やっぱりこう滑って落としたりとか、はい、ね、危険ですし、熱いものを持った時とか、はい、冷たいものは冷たいとかなっちゃいますけど、はい、このペットボトルホルダーを持つことによって冷たいものはより冷たく、はい、温かいものは長時間温かく、 そうですね、そして滑らず、はい、熱いものもあちちとならず飲むことができます。はい、こちら榎中瞳オリジナルペットボトルホルダー、はい、一つおいくらでしょう。はい、1500円です。当たりです。こちらね、株式会社ラウンドまで、はいはい、ご連絡をいただければ、はい、切って現金書き留め、はい、定額小川生、はい、はい、1500円で申し込んでいただければ発送いたします。はい、また榎中瞳のライブで、はい、物販しておりますので、ぜひご購入ください。はい、はい、さあ、そしてこの番組30回目なんですが、はい、最初はね、実は恋するブックカフェっていうタイトルを予定してなかったんですよね。うん、そうですね、知ってます、覚えてます。はい、はい、最初は健康と電気、健康と電気という笑いのようなタイトルだったんですよ。やっぱ僕たちが生きていく上において大切なことって健康ですよね。そうそうそう、次電気、電気ナイト生活できて、あの東日本大震災の後、うん、停電とかあって、そうですよね、電気の大切さって分かりましたよね。分かりましたね。で、意外に僕はすごく電気が苦手なんです。電球の交換とかもできない電子レンジも壊すことはできるんですけど、使うことがあまりできないという。なので、本当に優しい電気の知識、ちょっとした電化製品の修理とか、あとは、上手な電化製品の購入の仕方とか、あとそういう健康と絡めてね、電気と健康というものをお届けする番組を始めようと思ってたら、どういうわけか本の情報の番組になったんですけどね、はい、電気で何か思い出とかありますか。電気ですか。はい、ですね、思い出。どんな電化製品が好きですか、ひとりちゃんは。あ、やっぱり、はい、オーブンとか。オーブンが好きですね。やっぱりお料理したりとか、はい、オーブンってなんかこうやって魚のグリルみたいですか。あ、そうね、よくケーキ、はい、クッキーとか、うん、グリルもし、あのお魚のグリルもしますけれども、はい、そう、お菓子作りによくオーブンは使いますね。なるほど。じゃあその選び方のポイントとかありましたら、ちょっと健康と電気だと思って皆さん上手なオーブン、スチーム付きの、はいはい、電子レンジ兼、うん、あのグリルもできる の、うん、あのオーブンがいいですね。あ、そんなスチームっていうのは何ですか。スチームでよくドライヤーでスチームが出るとかってありますか。スチームが出ることによって、はい、そのお料理が、うん、ふわっと美味しく出来上がる。パサパサにならないですね。パサパサになったりとカチカチにならない、そういったものが今ね、はいはいはい、はい、発売されておりますね。なるほど。スチームがついて電子レンジとオーブンが一緒だったやつ、一緒になってるといいですね。なるほど、はい、はい、では健康に関して何かやってることとかありますか。はい、電気でですか。電気じゃなくても、ね、はい、あ、健康、はい、そうですね。あ、やはり寝る前に、うん、まあ、3分くらいですかね、はい、はい、お布団に
横に仰向けになって、はい、足をパッとパッとこうやって上げたりとか、あとこう腹筋ですからちょっとこう、はい、うん、30秒とか上げて、うん、それを毎日繰り返してますね。それがこのくびれを生み出してるんですね。ちょっとね、視聴者の皆さん、やっぱ人のようなウエストになりたければ寝る前にパッとパッと。そうですね。そうすると便秘も解消できるってことに気づいて、腸のね動きがもう良くなりますね、はい。やっぱ風邪をひかないっていうことですね。便秘をしないっていうことはやっぱり免疫力を下げないためにとってもいいことだと思いますので、ね、気をつけてほしいと思いますし。何かありますか、健康？今思ったんですけど、電気と健康でちょうどぴったりにいいものがあるんですけど、うん、よく電気屋さんに行くと売ってるオムロンとかで売ってるんですけど、パッドを買って電気を流すとこう肩こりとか腰痛に効くっていうオムロンの低周波治療器とかっていうのがあるんですけど、肩こったら肩にこうペタッとこう貼ってこう揉むとか叩くとかっていうモードで電気を流すやつがあるんですけど、あれがね気持ちいいんです。今度やってみます。はい、でトレーニングするときに、例えば自分の内転筋ってもろもろこう内側の筋肉なんですけど、両方にこうパッドを貼って電気を流すとピクピクたくさん動く方とそんなに動かない方がそれぞれあるんですよ、右左が。お腹でも腹筋とかでも両方にこの辺に貼って電気を流すとすっごく振動する方とあまり振動しない方があるんですね。それはどういうわけですか？その筋肉が何ですかね、反応がいい筋肉と反応が悪い筋肉ってあるんですよ。でそういうのが無意識のうちに左右のアンバランスを生み出して、それがこう体の傾きとか腰痛とか頭痛、偏頭痛とかにつながるので、それでチェックするといいと思います。自分よくね前やったんですよ、背中の広背筋両方あるとこっちばっかり動く、でこっち動かなかったりすると、はい、こっちに2枚貼って今度はこうストレッチしてここを伸ばしたりとか、背筋をやってこっちにパッドをつけて背筋をしたりすることによって、お前頑張れよってちょっとねやる気を出させてやるんですね。トレーニングするときも内転筋なんかでも僕は右の内転筋があまり反応しないんですよ、電気当てても。なんで右に2枚貼ってこうなんていうんですか、スポンジボールみたいな、ビーチボールみたいなやつ、あれをこう挟んで内転筋をね鍛えたりするとなんかやる気になるっていうかね。お家にあるんですね。僕はね自慢じゃないんですけど、オムロンの低周波は7つか8つ持ってます。すごい。全身に貼れるんですよ。1個いただけますか？いいですよ。1個でいただけるなんでもうこう貼って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 とかねいっぱいできて、であとは体全体の連動させるために右の太ももと左の例えば腹斜筋に1枚ずつ貼って流すとこっちとこっちが連動したりとか、なんか腸腰筋と腹直筋を両方連動させたりとかっていう時にいろんなパッドをね貼って使うといいなっていうのが、すごい皆さんね、はい、すごいいいんですね。はい、谷中ひとみがね、はい、ナレーションで出ております。腰部脊椎狭窄症という本により詳しく書かれてますかね、はい、ね、書かれてなければ行間も読んでください、はい、本当に、ね、分かりやすいエクササイズでこう、そうですね、簡単な体操とか出てますので、ね、この体操をできればオムロンの低周波を張りながらやるとより効果が、やる、はい、例えばこういうね背中を反るような体操とかも背中にパッドを張ってやることによってより効果的になります。そんなにめちゃくちゃ高くないです。はい、谷中ひとみちゃんの CD3 枚分ぐらいで買えるかなと思いますので、はい、ぜひぜひ。じゃあ1個いただくということになりました。腰部脊柱管狭窄症、はい、読んでいただければなというふうに思います。はい。はい、じゃあ、それでは今日のね、はい、30回にふさわしい、はい、素敵なゲスト、スーパースペシャルゲストが、はい、練馬区の方から、はい、やってきていただきました。はい、お呼びください。はい、ゴロちゃんでーす。ゴロちゃん。ゴロちゃん。にににににに。ゴロちゃんどうぞー、今日も可愛いゴロちゃんでございます。この記念すべき30回目にゴロちゃんでいいのかにもう大物をね、大物を呼びました。ただの野良猫にでもほとんどスケジュールいっぱいですもんね。そんなことないにゃ。そんなことないにゃ結構暇に、結構暇ですから、ね、そうですか。普段のゴロちゃんっていうのはどういう風にしてるかなかなか皆さんミステリアスだと思うんですけど、
あんまりそれ内緒なんですか、こういうとこにいるよとかってゴロちゃんをこっそり見たいって。光ヶ丘公園に生息してるにゃ。光ヶ丘公園って結構広いですよね。広いです、広いにゃ。だから見つけるの大変にゃ。お気に入りの場所とかありますか、光ヶ丘公園のこと。池のほとりにゃ。池までも結構大きいですよね。いくつかあるにゃ。ああ、池はたくさんある。その中の一つの人が入れない区域のところの森にいるにゃ。そうか。じゃあそういうとこでもうなんか石を投げられたりしないように。そうにゃ。安全な場所に、安全な場所にいるにゃ。普通の猫と違うから、目立つにゃ、ゴロちゃん。目立つ、目立たないように。目立つね、大きいしね。でもみんながみんな優しくしてくれるとは限らないですね。中にはなんかいろいろと石投げたりとか、動物を決める、特に子供とかが多いには石投げたりとか、子供がエアガンで狙ったりとか。それはひどい。そういうのは本当に動物も生きてるにゃ、やめてにゃ。エアガンは人とか動物を狙っちゃダメです。ダメにゃ。虐待はダメです。ダメですよね。ゴロちゃんは腰痛とかなんかそういうなんかありますか、体の痛みとか。あるにゃ。ありますか。子猫だけど結構体ボロボロにゃ。そうですか。で、腰痛の時はこれを使ってくださいね。はい。そしてね、今日ちょっとねご紹介した最近僕読んでる本があって、はい、人間は肩甲骨それから股関節ってあるんですけど、はい、そのもともと人間というのは、はい、動物と一緒で、まあ、4足歩行っていうんですか、猫こう歩いてた、それがだん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 こう2足歩行になっていったんですけども、2足歩行になるに従って肩甲骨の動きが硬くなってきて、猫っていうのはやっぱこうバタバタと歩きますから、ね、背中がねものすごいダイナミックに動く。うちにも一匹猫がいるんですけど、背中にね、なんていうの、ガムテープを貼ると動けなくなっちゃう。背中の筋肉がやっぱり自由自在に動かないと猫っていうのはね、こう活動できないんですよね。で、そのために人間も猫のようにアクティブに動くには肩甲骨を鍛えるといいという、肩甲骨が立てばパフォーマンスが上がるという高岡秀夫さんの本がですね、これはなんていう会社かな、完全というところから出ておりまして、有名なコメディアンですかね、武井壮さんっているじゃないですか、はい、武井壮さんっていうのは暇な時に上野動物園とか行って一日中トラとかライオンを見てるんですよね。で、その動きを真似して、4足で将来走れば、うん、今ウサインボルトが 100m9 秒いくつとかで走りますけど、絶対その方が速くなるんじゃないかと思って真剣に取り組んだりしてるらしいんですけども、コロちゃんは2足でも4足でも歩けるんですね。いや、もうすっかり2足歩行に。2足。だから肩甲骨鍛えないと、猫みたいに動けないにゃ。なるほど。じゃああんまり今ジャンプとかもできない。あんまりできない。人と変わらないにゃ。じゃあちょっと人間化した猫ということですね。化け猫だからしょうがないにゃ。この写真見てください。これ肩甲骨なんです。ちょっと揺れますかね。ここぐらいまで人間の肩甲骨はこう寄ってこうグニャってなるとかなり運動能力が上がるんですよ。上がるんですか。はい。これいいこと聞いたにゃ、はい、いいこと聞きました。普段人間としての生活してどんどん肩甲骨がこうやって寝てくるんですよね。まあ、そうなんです。もともと寄って足甲骨のね谷間っていうんですか、デビルマンみたいなこれがね減ってきちゃうらしいんですよ、うん、あ、そうなんですね。はい。で、それと股関節、ね、股関節、はい、股関節はね、なんかひとみさんいろいろ普段から鍛えてますよね、道場行って股関節は、まあ腸骨と真ん中に仙骨っていうのがありますけど、はい、この3つをうまくね、動かして、やっぱ動くときその辺考えますか、ゴロちゃんは。あんまり考えてないですこれからは考えるようにするにはそうですね、ボロボロなゴロちゃんなんでね、ちょっと体のケアもメンテナンス、そうだね、必要ですよね、うん、肩甲骨、股関節、ちょっと僕らもね、猫からもいろいろ学ばなきゃいけないなと思いますけどね。やっぱ四つ足の動物はすごいにゃ、はい、すごいですよね。すごいかもしれないですね。僕らもたまーにね、四つ足をやるといいかもしれないですけど、思い出したんですけど、自分よく骨折とかした時に鍼灸院とか救命士の先生のとこ行った時に、よくバレーボールの選手が膝とかにサポーターみたいなのついじゃないですか、はい、それをそこの中性接骨院は患者さんにみんなつけて、待合室だとか診療室を徘徊させてるんですよ。ハイハイみたいな、それをやることによって、はい、体の不調が治るっていう、そういう鍼灸院でしたね。だから猫と一緒にこうやってこう動いてると
ひょっとしたら元気になるかもしれないですね。やってみますね。はい。ゴロちゃんも昔ゴロちゃんもたまに、ね、昔に戻って四つ足で頑張ってみるにゃ。ゴロちゃんいつ頃から二足歩行になっちゃったんですか。もう化け猫化してからに。もう子猫の頃に普通の猫の生活はなくなってるにゃ。ああ。子猫の時に何か子供にいじめられて化け猫になっちゃった。いや、凍え死にそうになっただけにゃ。この竜が助けてくれてこうなってるにゃ。ああ。そういう設定で生きてるにゃ。命の恩人なんですね。あ、それでしょってるんですね。そうね。なぜしょってるんだろうと思いました。後付け設定にゃ。後からいろいろ考え、後からいろいろ考え。ストーリーをね、これからまた増えるかもしれませんね。こっちの方にもね。これ以上増やしたくないにゃ。重くなりますし、夏は大変ですもんね。そうですね。そんなこと言えないですね。ゴロゴロね。違うね。スマフラッシュだ。全宇宙の平和を思う。違うね。同じ身長して同じ体型してツイッター一つやってるけど全く別に。うん、でもなんとなくね、ゴロちゃんはね、うん、もう一番人気ですよね。一番人気ですよね。可愛らしい。そうでもないかもしれないね。まあ、さっきゴロゴロでコスモフラッシャーって言われたから、うん、ついでにこれ見せとくにゃ、はい、こんなヒーローとこんな悪役がいるにゃ。同じシェアハウスに住んでるというね。いや、まあ一つのツイッターアカウントでやってて、はい、偶然同じ身長同じ体型して同時に出ないだけの全くの別人にゃ。なるほど。カブサイモンとは完全な別と、あれは完全な別と同時に出ることよくあるにゃ。遠老期とも別と考えてる。全く別にゃ。そういう感じなんですけど、今日はね、ゴロちゃん、ゴロちゃん、30回ということなんで、おめでとうにゃ。30にちなんだ何か思い出というか、ありますか。いろいろ考えてたけどにゃ、はい、うん、3キャラだから3にまつわることは結構あるけど、30となるとなかなか。30という数字で、例えば思い出すことはありますか、なんかね。30にゃ、はい、30。化け猫で30歳まで生きるってことは結構大変ですか。30年続くといいけどにゃ。化け猫になって今何年ですか。もう5年ぐらいになるにゃ。あ、じゃあもうちょっと、あと25年。いや、もうちょっとでもないけど、あと25年続けられたら嬉しいにゃ。でも化け猫とかになってくるともう25年の頃の騒ぎじゃなくて、もう何百年とかの話になってきちゃうにゃ。まあだからあと何百年も化け猫でいられればいいんだけどにゃ、まあ、せめてあとでも30年は目指したいにゃ、ね、30年、うん、一つのなんていうの、ワンジェネレーションとかってよく世代間のギャップがあって分かりませんとかって言いますけど、はい、一つの世代のことを大体30年って言いますよね。そうだね、親子の感覚と言いますかね。はい、さあ江中ひとみさんは今年30歳おめでとうにゃ。ありがとうございます、ね、何か30に向けて今抱負とかありますか。そうですね、どんな30歳になりたいとか。やはりこう人として、歌手だけじゃなくて、はい、人としてやっぱり成長してきちっと生きていきたいなと思います、うん、きちっと生きてないんですね今ね。いや、やっぱりこう自覚を持っていろんな、はい、行動とかもね、はい、きちっとしていきたいなと思いますし、うんうん、そうですね、やっぱり、うん、まだまだ努力が足りないので、うん、日々努力精進が大事かなと思います。30歳になったらなんかこんな目標というかありますか、してみたいというか。そうですね、ちょっとハリウッドに行ってみたいかな。ハリウッドなんかいろいろ洗脳されてないですかね。大丈夫旅行に行くだけなら問題ないよ。なんかハリウッドの映画に出たいなっていうのありますね。ハリウッドデビューにゃ頑張るにゃ。頑張りましょう。30歳の目標できたにゃ。大ストレート。まずはね、日本にもいろんな映画会社ありますからね。テアトル新宿とかその辺からね、はい、出るといいんじゃないかと思いますけど、ね、はい、映画好きなんですか。映画大好きですね。ゴロちゃんもいろいろね、ミュージックビデオとか PV とか、ね、映像にはたくさん出てますよね。まあ、ゴロちゃんというかコスモフラッシャー。コスモフラッシャーの方ですね。コスモフラッシャーは結構、ミュージックビデオとかに出してもらってるね。ゴロちゃんはあまり、じゃあもう映像の方は、まあ、テレビとかは出たことあるけど、あんまりないにゃ。これが一番多いんじゃないかに。なるほど、この映像で。じゃあゴロちゃん見たければ。見たければ。じゃあ今後もね、ぜひぜひね、はい、しょっちゅう来てくださいね。四足歩行で。今度は四足である。四足でね。でもこううまくいくとこうなんですかね、ボルトとかあと高橋尚子さんの走りってちょっと四足歩行に近いって言いますよね。こうやって動くのなんて言うんですか、あ、走る時に、イモリとか、あ、
こういうような動き、ね、実際あの確かに四足歩行であの、うん、こう手を振っては走るっていうのは、うん、その名残らしくて、うん、だからやっぱ大きく振れば振るほど、うん、あの速いらしいね。なるほど、そうなんですね。こう振り方とかもねやっぱりあるんですよね、うん、あの日本には昔なんですか、飛脚という郵便配達のポストマン、うん、今メールキャリアって言いますけど、そういう人たちって1日に山を何里、うん、何里も走るじゃないですか。疲れないために独特のやっぱり走り方っていうのをマスターしたそうなんですよ。どういう走り方？普通歩く時って、はい、あの西洋の人は、はい、右手と左足がこう互い違いに行くじゃないですか、はい、だけどよく緊張すると、はい、同じ方が出たりするじゃないですかこれが日本古来のあのなんですか、飛脚の走りのルーツなんですね。ナンバーバシに疲れない、だ長時間やってもその疲れないというのは右手右足を同時に出すようなイメージで個体数動くんですよ。だからまあ今江中ひとみさんがね注目している日本のサッカーだとかバスケットだとか、そういうような日本人はやっぱ体力的にハンデがあります。そういったものを外国人と共に戦っていく上に最後の5分10分でバテないようにするためには疲れないでパフォーマンスを続けなきゃいけないんですよ。だから外人がこうやって走ってる時を日本人がこうやって走れば最後バテないんですよ長距離はいいかもしれない、日本ナンバーで走るのサッカーだからずっとそうやってるもんね、最後バテないかもしれない、足もつらないかもしれないですけど。ゴロちゃんどうでしょう、猫はどうやって行きます？猫はあの四つ足表現難しいにゃあの、うん、四つ足も何種類かの歩き方、はいはい、走行の仕方があるらし、うん、あるらしいからね、あの、うん、馬と猫はまた歩き方が違う。あ、なるほど、うん、そうなんですね。あの、あのパッカパッカと、ね、右手と、左足が出て、うん、交互に出るパターンと、うん、あのなんていうんですか、こう、こうなんて足とあれこうなる走行の仕方が動物によっても違う。ああ猫と馬でもまた違うわけですね。違うんですね、一緒じゃないんですね。コロちゃんは競馬とかもやるんですか？やらないんや。競馬やらないんだなんか馬なんか走ってるのを見ると、うん、カーブ曲がるときに、はい、なんかこう斜めにこうなって前足を変えるのね、前を変えるっていうのかな、前を変えないままあのカーブを曲がろうとする馬はちょっと遅かったりとか、うん、その辺がなんか教えるんでしょうね。まっすぐ走る馬って意外にまっすぐ走れないんですよ。あの水泳とかもそうですけど、なんか泳いでるとなんか曲がって進んだんですけど、馬もなんか遠くから見てるとまっすぐ走ってるように見えるんですけど、はい、遮光してますね結構ね。あれをまっすぐ走らせるっていうのがやっぱジョッキーの実力なんだと思いますね。すごい、意外に曲がりますね。でパッカパッカ行くとやっぱりこう右左でパワーの違いがあるんじゃないですかね、まあ、ちょっとずれていくみたいな、あるかもしれない。そんなの見てると面白いかもしれないですね。そうですね、はい、じっくり見てみましょう。じっくり見ましょう、はい、ちょっと30からいろいろずれてますけど、ずれたね。ゴロちゃんに30の思い出がなかったからいけない。30の思い出が、はいとりあえず30年化け猫を続けてきた。じゃあそれ目標にするに、はい、では30年はちょっと壮大な目標ですけれども、近いあたりでのなんか今後の何か目標とか、ゴロちゃんのなんか、今後こういったイベントに出るよっていう皆さんにご紹介するようなこととかございますでしょうか？あるにゃ、はい、7月4日水曜日平日になるにゃ、7月4日水曜日、ゴロちゃんみたいな猫のキャラだけを集めた、はい、カフェのイベントがあるにゃ。わー、もうこういった猫キャラたちがホストになって、うん、はい、お客さんをおもてなしして、はい、一緒にお話ししたり、はい、とかするイベントにゃ。でちょっとミニショーなんか、ミニショーやミニゲームも用意してるにゃ。およそ猫キャラというのは日本中にどのぐらいいるんでしょう？もう想像つかないぐらいいっぱいいるにゃ。相当いる。猫が一番、猫とかクマが多いと思うにゃ。そんな中でも、ね、猫がもう思い当たるだけで20ぐらい出てくるにゃ。あ、まあ、そんな中の猫キャラカフェには当日は何体ぐらいの猫？5体に、ゴルちゃんに5体にゃ。はい、こんな、ちなみに、いっぱい猫がいますけど、これはなんか株の妖精のように見えるんですか？これはちょっと、はい、この日限定の謎の、はいはい、野菜猫。野菜猫。野菜猫。猫左衛門っていう、これは普通の猫じゃないんや。あ、そうですか。じゃあ、
これがゴロちゃんですね。ゴロちゃんに主役真ん中にいます、ね、これは何でしょう。これは川越のもうボス猫には川越のイベント仕切ってるミケっていう猫にゃ。ミケちゃん、はい、この日のイベントで MC お願いしてるにゃ。おー、30日なんで3月来ますね。ミケね、ミケ、ミケ、ね、ミケ猫ってオスがいないんですよね。え、そうなんですか。あ、逆でしたっけ。メスがいないんじゃない。メスがいないんですか。どうですか。あれちょっとオスがいないんだ。オスがいないんですよね。オスが少ない。オスが、オスだと1匹1000万円ぐらいするんですよね。はい、まあ、でもこのミケはオスに、完全なオスに、一応何千万とするやつですね、捕獲すれば。いや、そんな高価なもんじゃないですよ。川越のミケ猫、はい、ミケちゃん、ミケさんね、ミケさん。じゃあこちらこちらのちょっとこっちは猫の怪人にや、はい、猫の怪人、全国残党猫、キャットシーっていう。キャットシー、キャットシーのシーは海ですか。C はなんか、はい、あ、アルファベットの C、 アルファベットの C で、はい、戦闘員でいうと ABC の C ぐらいだっていうみたいなイメージらしいね。あ、じゃあ弱いんですね。弱いか強いかよくわからないや。なるほど、はい、キャット C、 キャット C、 はい、さあここにも、ブルーの猫です。これギャラクシー警備猫、ギャネックってこの猫のヒーローに、宇宙猫、宇宙猫に、宇宙の警備会社に勤めてるヒーローね、ヒーロー猫に。さあこの、3体プラスゴロちゃんと当日限定の謎の猫ザイモンと。これはじゃあなんとか兜は当日で言わないでしょうね、きっとね。じゃあなんとか猫かなんとかニャーって言うんじゃないかな。なるほど、猫キャラカフェでございます。これが7月の4日、はい、東高円寺のカットであるにゃ、東高円寺駅降りて徒歩3分ぐらいのライブハウスにゃ、はい、ぜひぜひね、皆さんお越しください。カットはね、たまに江中ひとみさんもライブ、そうですね、思い出の場所でございます。カットでございます。こちらに行くと猫に会える、はい、もう猫好きにはたまらないイベントですよ ね、 猫アレルギーの人も安心してくれるにゃ。どんな感じなんですか、当時は撮影会とか、写真は撮影は自由にゃ、はい、あとあのミニショーも撮影自由にしてもらって大丈夫にゃ、うん、まあでも基本的にはもうお客さんと楽しくお話しして飲むをメインとしたイベントで、あのショーは おまけでやるけど、もう基本はキャラと戯れて、いわゆる猫カフェだから猫と出会って、メイドカフェみたいな感じでメイドさんの代わりに猫がいると、そんな感じかにゃ、うん、楽しそうですね。で、あのドリンクフードは全部オール300円に。あー、安い。おー、安いです。で、4枚1000円のお得チケットあるから、こっちおすすめに。うん、ってことは、カフェに行って、なんか飲むだけだったら300円でいいんですか。300円、そういうことに。あ、でも入場料はかかるね。入場料はかかる。はい、チケット DM とか、うん、Twitter のリプで、予約してくれると1500円に、うん、当日は2000円になっちゃうから、できれば Twitter とか、うん、各キャラのツイッターの DM かリプで行きますって言ってくれればいいにゃ。それだけで予約取っとくにゃ。それは、ゴロちゃんのツイッターのツイッターにの DM のとこで、 DM に、はい、DM で、猫キャラカフェ予約とか言ってくれれば予約になるし、それ告知した時に行きますって言ってくれればもうそれで予約完了にゃ。ゴロちゃんだけじゃなくて全部のキャラで OK にゃ。はい、じゃあこれぜひぜひ皆さん行きましょう。7月4日といえばアメリカ独立記念日でございます。猫と一緒にアメリカ独立をお祝いしましょう。いいね、はい、はい、7月4日アメリカ独立記念日。さあゴロちゃんはね、毎日ツイッターでいろいろね、記念日をね紹介してそうにゃしてくれて、それがね楽しい、面白いですよね。魚の日とかにゃやってるにゃ、やってますよね。あと何ですか、宇宙の日何でしたっけ。宇宙にまつわる日もいくつかあるにゃ、はい、よくそれはコスモフラッシャーとかがやってるにゃ、うん、なんでね、6月14日は認知症予防の日ということで、こちらはね、ゴロちゃんに診断しますので、ぜひぜひ認知症予防、認知症予防、じゃあボケないようにこれでぜひ楽しみにツイッターで上がりますからね、ボケたにゃーみたいな、今日はシャンプーしたかにゃーみたいな。シャンプーとかするの、ゴロちゃんは。野良猫だから基本しないよ。基本しない。そうなんです。ボディシャンプーもしない。水浴びぐらいはたまにするに。あ、ブルーってやるね。ブルーってやる、うん、でも基本猫だから水嫌いにゃ。じゃあ、あんまり綺麗好きじゃない。野良猫にゃ、綺麗好きの野良猫ってあんまいないにゃ。あんまいない。でもおしゃれな野良猫ってもいそうな気もしますけどね。それ飼い猫にゃ、飼い主がそうしているだけにゃ。猫は望んでないにゃ。猫は望んでない。なるほど、そういうことなんだ。あ、猫はそのままがいいと、いうことでございます。じゃあ、他にじゃあお友達の告知とかもございましたらついでにどうぞにゃ。はい、
あでもこれ放送日があれには、はい、7月の、7月中の何かありますかね。7月中にや、はい、あとりあえずこのゴロゴローネっていうのが、はい、LLBP 同じこのライブハウス葛藤で、はい、LLBP という、音楽ライブイベントの MC やってるにゃ、随時出演者を募集してるにゃ、ぜひぜひ ね、江坂さんもよく何度か出てくれてるにゃ、はい、私も歌わせていただきました。歌手じゃなくてもいいんですね。マジックだったりいろんな別に歌に限らずパフォーマンスであれば、パフォーマンスであれば何でも OK、はい、オールジャンルにゃ。こちらもじゃあ、ゴロゴロネさんのツイッターに出演希望と、うん、それは LLBP のツイッターがあるにありますか、そちらの方から申し込んでいただければ。そうにゃ、はい、毎週水曜日、毎週、最近毎週でもないにゃ、だいたい水曜日、はい、LLBP のツイッターかホームページでチェックしてにゃ、はい、はい、じゃあそちらもぜひご注目ください、はい、よろしくお願いいたします。じゃあゴロちゃんどうもありがとうございます。7月4日水曜日ぜひ皆さんお待ちください、はい、でにゃーでにゃーありがとうございます。ゴロちゃんこれ忘れ物だね。ボロボロだからね、体ね。こっちも忘れちゃったね。手が一個足りないんだよ。手がね、たまに抜けちゃうんで、かわいい、かわいい。面白いですね。ゴロちゃん、あれ、手袋だったんですね、取ってね。で、あの、持ってるポシェットからなんか物を投げたりとか、いろいろ武器を持ってるところが、ね、これ投げるんだ。あー、来た。で、これ、あの、なんだっけ、鍋つかみみたいな感じでね、あちちとかって時にね、にゃんみたいな。どうでしょう。いいですね。手袋じゃないね、分離する本物の手が。でもそれたまに帰ってこないこととかないですか？見失うことはよくあるぜひぜひ紐かなんかつけておいた方がね、いいんじゃないかですか。返してくれない人がいますんでね。さあもう大人気の30回にふさわしい大物ゲストでしたね。そうですね、楽しかったですね。もうずっと久しぶりですね、ゴロちゃんね。もうゴロちゃんどうしたんだっていう、もう全国からのね問い合わせがあったんで、今日はゴロちゃんファン、はい、じゃあ今度はまたゴロゴローレさんとか、はい、コスモフラッシャーさんにもね、会いたいですね。はい、来ていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。さあ、はい、引き続きまして、はい、さあ、だんだんね、はい、夏になってくると、夏が似合う男でございます。夏といえばこの人しかいないんじゃないか。はい。はい。はい、お呼びしましょう。はい。ひとみちゃん、お願いします。はい、福祉科の横山道義先生です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、先生、お世話様でございます。お世話になります、はい、もう毎週末はもう海へ海へという感じで、うん、そうですね、はい、時間があれば行きたいですね。うん、海でだいたい泊まっちゃうんですか、土日っていうのは。いや、ここのとこ土日もあまり時間が取れないので、あ、なかなか行けないですけど、まあ行くときはもうびっちり行って酒飲んでますね。なんか寝転んで、はい、その日焼けするとか、はい、泳ぐとか、はい、そういうことは特になく、ただ飲むという、ただ飲んで、ただ飲んで、で酔っ払ってくると、はい、こう棒を探しにこう砂浜を徘徊しだすんです。棒が、はい、そのすごい棒ってあるんでしょうか。探すと結構砂浜って丸太みたいなのが落ちて、あ、流木がね、流れてきますもんね。で適当にいいのを見つけるとこう、はい、やっぱ刺したくなる。刺してこうとお鏡を見て、もうその繰り返しの前に出し、よく江中ひとみさんが、うん、8月にですね、うん、気象予報士の試験があるそうなんですけども、勉強もしないで高円寺の気象神社に拝んでばっかりいるんですけど、まあそういったことも大事だということですかね。拝むというかね、拝むっていうのは大事です。ただ勉強はした方がいい。ごもっともですね。まあね、梅雨ですから ね、まあいつ頃雨が降るとかっていうのは勉強してた方がいいですよね。うん、そうですよね。でもひとみちゃんね、こう突然雨が降ったりとか夏になるとゲリラ豪雨とかってあるじゃないですか。ね、それってなんとなくこう予測できたりするんですか。こうちょっとカラスが飛ぶととか、カモメが低く飛ぶと豪雨になるとかっていう、なんか見極め方ってありますでしょうか。なんか雲ですね、雲の動きとか、はい、雲の色とか。色、はい、はいはい、やはりそのゲリラ豪雨が来るときは、うん、雲の流れが早いです。早い、早い、はい、ちょっとこう白というよりはちょっと灰色っぽい感じで、こう、うん、あ、空
そろそろ雨が来るなっていう灰色の雲が少し早く動き始めたら、うん、これはゲリラ、どっかでちょっとなんか喫茶店とかで行き過ぎるまでやり過ごした方がいいということですね。そうですね。これはいいこと言いますね。最近ちょっと江中ひとみさんは変わったと思いません？だいぶ知的になりましたね。知的になりました。とんでもないですね。なんか聞くところによるとね、文学全集とかも読んでるそうですね。すごいんですよね、なんかね。すごいすごい。ね、言葉もなんかいろいろ学んだりしてるんで、そんなことない。さすがだなと思いますけど。ありがとうございます。先生、今日はね、はい、山田、はい、ちょうどこれが30回目ということで、はい、もうほとんど30回のうち先生に、はい、出演していただいて、ありがとうございます。ありがとうございますけど、まあ、30という数字、はい、例えば先生が30歳だった頃とか、はい、何か、はい、思い起こすこととか何かございますでしょうか。ちょうど30歳の頃というのは、はい、高高の作詞塾、はい、作詞塾が、終わって、それから弟子に入る前の準備期間だったように記憶してますね。はい、で当時はまだあの江戸川区の方で、トラック転がしてましたね。はい、30歳までは、先生あれですね、映画会社の養成所にいらっしゃった。そうですね、あのタレント養成所に、はいはい、いたのはもう少し前の話ですね。はい、そこからちょっとトラックに乗って作詞家になった。はい、そこでまああのお二人ご存知だと思いますけど、タレント養成所にいた時に、うん、作曲家の石川啓二先生と出会えて、うん、でまあその時に作詞表にタレント養成所にいるから出たいと思っていたのが、うん、そういう作詞家であったり作曲家っていう裏のお仕事っていうのにも、うんはい、石川先生と知り合ってから、あ、そういう裏の仕事もあるんだっていう、はあ、そうだったね、うん、そっからですね、作詞し始めた。じゃあもう、ね、作曲家石川啓二先生とはじゃあかなり長いお付き合いに、はい、もう相当長いですね。そうですか、まあ、今ね石川啓二先生という名前が出てご存知ない方がひょっとしたらいるかもしれないですけども、うん、まあ、名前は初めてかもしれないですけど、曲はねもう皆さん、うね、もう絶対聴いてます ね、何曲もね知ってる曲をたくさん手掛けた方で、はい、ドラゴンボールであったり、うん、テニスの王子様をはじめ、日本よりもむしろ諸外国でね、はい、評価が高い、そうですね、アニメの作曲として有名な先生なんですけど、うん、その石川啓二先生が、はい、なんと江中ひとみの新曲を、はい、作曲したという、そうですね、二、うん、人の鈴木の手振り向いて、うん、はい、そしてその作詞が、はい、日本一ご機嫌な、はい、作詞家の横山道先生、はい、はい、はい、書いていただきました、うん、ちょっとサビを歌ってくれませんかね。はい、鈴木、はい、の、あ、そうじゃない、まあ、まだね、鈴木の手振り向いて私を誘ってっていう、ちょっと色っぽい、そこちょっと何でか色っぽくやったんですけど、うん、石川先生怒ってなかったですか？はい、怒って なかったんですけども、はい、この曲っていうのはもともと結構前に作られたもので、うんうん、あ、はい、で僕はレコーディングとかに立ち会ってずっと思ってたんですけど、はい、アーティストさんっていうのは、うん、曲を弾く力がないと僕ダメだと思うんです、はあ、うん、だから弾くっていうのはそのいわゆる引っ張るというか自分で持ってくるっていう、うん、だから今回、江中ひとみというアーティストが自分でこの楽曲を弾いてきたのか、それとも楽曲に弾かれたのかっていうのは今後聴いてくださる皆様に判断してもらいたいと思いますね、うん、まあ、作詞の横山先生が、はい、まあ、想像している範疇を超えるようなものが出てきて、それがなんか心地よかったりすると非常にいいわけですよね。なんかね、すすきのってこう4文字じゃないですか、はい、なんか江中ひとみさんそこを松島に変えて松島でも歌えたら岡山とかね、広島、なんかこういろんなご当地、ね、広島にはささらは走らないから、まあ、ささらが走るっていう歌詞があるんですけど、そうですね、もう除雪車なんで ね、うん、それ熊本だったらちょっとまた違うように変えなきゃいけないかと思うんですけど、そうですね、うん、やりようによってはこれ全国ね、はい、できるかもしれないですよね、はい、だからもうそのすすきのとささらじゃなくてなんか、違う
とご当地を走ってるものに帰れば、またね、道吉先生に帰ってるだけですね。2人の川越で振り向いて帰れば、ね、川越だと何ですかね、焼き芋とかね、いろいろ帰れるかなと思うんですけどね。先生のこう歌詞でこう歌ってると、その雪のすすきのやっぱりイメージして、はい、雪がすごいこうキラ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 蝶々のように舞っていて、はい、で好きな男性と一緒に歩いてる、はい、で私はもう大人なのにそんな子供扱いしないでっていうような、なんかそういう曲がすごくその歌と曲と歌に現れていて、で自分がこうレコーディングで歌ってる時にすごくバーッと繊細にその風景が見えてくるんです。なのでなんかすごくこう歌ってて心地よかったです、先生。もうこれは秘密だったんですけど、うちマネージャーしか知らないんですけど、ササラを出す案っていうのは、実はですね、うちの母親が考えてるんですよ。熱血サチコマン、サチコマンが、サチコマンさん、お母様、お母さん、ありがとうございます。すごくいい歌をいただきました。ここはじゃあ道吉ササラ入れた方がいいよと。はい、でちょうど、札幌に帰省するっていう時に、こっちのレコード会社の人に、じゃあ札幌にこういう人がいるから訪ねてみなよって言った時に、じゃあ、北海道のアイドルとかに何か歌えるようなものを作っていこうっつって、あの曲がもともと誕生したんですね。で その時に、母親にに聞いたら、いやそういうのを書くんだったらササラとか入れた方が、入れなきゃダメだろうみたいなこと言われて、ササラってなんだって言ったら、ほらあのススキノで走ってるやつさみたいな、あのササラかっつって、あのササラを入れたんです。なんかすごいいいですよね、はい、ササラがこう、そうですね、走る、あのですから、そこはササラは3文字なん で、ね、地域ごとにそれはね、はい、ササラのところを、考えてもらって、3文字のものにね、変えたりとかね、そういうのをまた仙台の先生に、ね、お願いして、全国でやってこういろいろご当地ソングになりますよね。そうですね、でもね、お友達とかもう周りの人もなんかすごく覚えやすい歌だ、ですごく頭に残ってて、一緒にね、この間あのライブで歌ってくださいましたよね。すごくシンプルでね、すごくこう、いいって言って一緒に歌ってくれてね、ありがたいですね、覚えやすいっていう、そうですね。じゃあぜひぜひ、先輩、これ30回記念なので、30万ダウンロードぐらいいくといいですね。そうですね、目標としてね、そうですね、今ね、レコーディングをだいぶ最終局面になってきているので、そうですね、近々ね、また配信されるのではないかなと思います、先生、こう配信だったら神社とか行って、なんかあのヒット祈願とかありませんかね。あの、やりたいですね。はい、僕は多分個人的に海でやってる。はい、いろいろなんか神社行くんですけど、あのヒット祈願ってやったことがないね、編集長ね。なんか新刊とかでも今度やるといいんですか、それでね。そうですね、本の大ヒット祈願、CD でもね、で、出るごとにね、30日なんで、30万部売れますよって、そうですね、30って言ったら、自分はもう30歳の頃はもうなんか、何百年も前のような気がするのもあんまり思ってないんですけど、30って言うとなんか野球選手のね、背番号で30とか、サッカー選手で30とかってありますけど、ね、ひとみちゃんだと30番って30番って言うと、やっぱり大分浦和レッズの興梠選手が30なんですよね、なのでやっぱり興梠選手を思い出して、なぜ日本代表に選ばないんだってね、最後にね、また江中ひとみのサッカーコーナーに絡んでいただきたいと思いますけど、ぜひね、興梠選手もね、呼んでほしかったですね、フォワードとして、数にね、限りがありますからね、選ぶっていうのは団長の思いですよね。団長の思いですね。作詞も似たようなとこないですか、なんかこう、尺があってその中にはめ込んでいくわけじゃないですか、最初に自分としてはストーリーだとか気に入ったフレーズとか、あるにもかかわらず、切って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 、全体の本当に大吟醸みたいな感じになりますよね。でここまで大吟醸しちゃうとストーリーとして繋がらなくなっちゃうんじゃないかと思うぐらい、なんか団長の思いみたいな時ありますよね。ありますね。で、この言葉入れたかったのになとかっていうのは後からありますね。妥協というかね、身を削られるような感じだったりしますけど、それゆえになんかこう美味しい日本酒と同じようにこう残ったものっていうのは重要なもんなんだろうなと思いますよね。短い文章にその詩の思いを全部載せるってやっぱり難しいですもんね。難しいですね。ね、載せきれないですもんね。載せきれない。音符にね。
そうね、終わった後、やっぱこう悔いが残るもんですよね。残るもん。けどやっぱり作詞は、ね、作詞家ですもんね。自分は大したことないんですけどね。足し算ではなくてやっぱり引き算なんですからね。もう余計なものは省いて、似たような意味のものは省いてって、それはもう常に考えながらやってますね。その辺がまあ小説と違うようなところなんでしょうね。研ぎ澄ましていくというかね。ちょっと聞きたかったのは、はい、あの作詞家さんっていうのはあの曲に音符を音符にこう言葉を乗せていくわけじゃないですか、はい、そうした時にあのやはりあのなんていうのかな、その風景とか思いとかっていうのはこう乗せて歌手が歌ったりとか本人が歌ったりするわけですけれども、やはり曲ができた時って感動するものですか、こう一体となるじゃないですか、はい、例えば作詞家作曲家歌いくと、うん、そして出来上がった時ってやっぱりすごい感動するものなんですか。感動しますよ、そうですか、そうですよね、はい、だからもうその前に例えば歌い手さんに歌いにくい箇所がないかとか、あればまた詞を変えなきゃいけないし、そういうご苦労もあるんですね。 ありますね。でやっぱり自分で聞いて感動するのはもちろんなんですけど、第三者とか特に自分が全く話したこともない人とかが、あの歌いいねとか風景がもう頭に出てくるよとか言われるのがやっぱ一番嬉しいですね。一つねこう形になって自分が思いもよらないような感想を言われたりすると、そんなこと考えてもなかったのになんかそういう見方があるのかとかね、なんか感動したりすることもありますよね。まあ、30を目前に江中ひとみさんはシンガーソングライターへの道を今歩み始めておりますので、まあね、演歌を作ってる最中で、おちょっと今日も電車に乗りながら、ある程度あできたかなって、できたんですか、できたんですか、音符に乗せなきゃいけない、はいはい、自分は音符が詞はできたんですね、詞はできました、なんとなく鼻歌で、はい、こう乗せてきたんですけど、でもなんかちょっとどうでしょうね、あまり期待できないかもしれない。いいですよ、まあ、まずは原石からね、研磨、研磨していけばいいと思いますが、楽しみですね。江中ファンの皆さん、ね、すごい作品が来月、再来月ぐらいにひょっとしたらできるかもしれませんので、楽しみにしていただければと思います。はい、はい、さっき、ひとみちゃんが興梠選手の話がありましたけど、はい、僕は野球選手です。やっぱ30番っていうと、思い出すのはやっぱジャイアンツにいたあの江川卓投手が30番だったんですけど、まあ、江川すごかったですね、先生ね。すごかったですよ、ね。まあ、自分は阪神ファンだったんで、江川が出てくるともう本当に今日はダメだっていう感じ で、ね、諦めましたね。もう大体ヒット2、3本ぐらいしか打てなくて、まあ1点取るのが大変っていう感じで、向こうに2点取られたらまあ勝てないっていうかね、そのぐらいなんていうんですかね、すごかったですね。いろんなすごいピッチャーいましたけど、やっぱり江川の球はやっぱ速かったですね。特別だったですね。で今のピッチャーみたいにこうフォークボールだとかシュートだとか、なんか球種もあんまないんですよね。まっすぐとカーブぐらいしかないような感じなんですけど打てない、2つぐらいしかどっちか待ってりゃいいだろうと思っても打てないようなピッチャーでしたね。そうなんです、速かったですね。早いですね、まあ、今は例えば大谷とかもっと球速では出てるピッチャーいますけど、当時が球が何キロ出てたか、スピード感っていうのはあの頃は説なかったですかね。僕覚えてるのは149キロとか、なんか見てた記憶があります。あと、はい、オールスターで8人連続三振取った時に、はい、その当時の落合選手が、すげえピッチャーがセ・リーグにいるんだねって言ったのも覚えてますね。そうですね、最後9番目のバッターは、近鉄の大石でしたよね。セカンドゴロかなんか打ちましたけどね、もう一人三振取ってると、あのそのさらに前に阪神の江夏豊というピッチャーがオールスターで9人連続で、すごいですよ、三振を取ったんですよ。これね、大変なことですよ、大変ですね。相手ももう、なんていうの、それぞれのチームの4番バッターみたいなばっかり並んでるわけですからね、オールスターですからね。から9人続けて三振を取るっていうのはすごい素晴らしいことなんですけども、江夏とか江川って確かにすごかったですよね。
まあ、なかなかああいうピッチャーね、出てこないんで、まあ、そういうピッチャー出てこないかなと思って見てますけどね。まあ、今日はちょっといろんな余談が続きましたけど、30回特集、はい、横山先生ふさわしい、はい、テーマを用意いたしまして、はい、江中ひとりさんも大好きだという、はい、作詞家、はい、悪友特集というふうに、悪友さんにちなむ思い出を横山先生にお伺いいたしました、はい、こちらが、はい、横山先生が、はい、悪友さんに思い浮かぶベスト3でございます。まずは第3位でございますけど、はい、ペッパー警部、はい、はい、これはピンクレディのヒット曲、はい、まあ、ペッパー警部を例に出しましたけれども、はい、これ SOS にしてもウォンテッドにしてもそうだと思うんですけど、まず今自分が 誰かにちょっとペッパー警部みたいなのを書いてみてって言われたら、まず書けない、間違いなく。あの発想は一体どこから出るんだろうと思う、はい、あの発想力はすごいですよ、ね、ペッパー警部の歌詞はちなみにこちらでございます、はい、ちょっとじゃあカメラさん寄っていただきます。ちょっと出だしのところだけひとみちゃん歌ってください。はい、はい、ペッパー警部ですね、はい、邪魔をしないでペッパー警部、私たちこれからいいところですか。ちょっとなんかね、まあ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 ドンマイということで、まあ、大きくは違ってないですね。野球とソフトボールぐらいの違いだと思いますけどね、はい、この発想のどこがやっぱりすごいなっていうか、出てこないなっていうか、悪意の偉大さを感じますでしょう。まずその、はい、刑事さんに邪魔するなって言ってること自体もすごくないですか、この発想力。ああ、そうですね、これはなんかこう恋人同士が、うん、公園とかでイチャイチャしてて、うん、職務質問じゃないけど何やってんの、早く帰りなさいよって言われて、邪魔しないでよと、はい、二人の恋人を邪魔するなっていう、うん、そういうような感じ。そうですね、はい、いかにもペッパー警部でも許さないっていう、うん、すごいなんかその発想力たるや、まず僕ではちょっと出てこない発想ですよね。まあ日本のね昭和歌謡においてこのピンクレディというすごいアーティストって、まあ、ある種作られたところがあると思うんですけれども、うん、悪友さんと、うん、徳良俊一さんと、そして振り付けの土井はじめさんという、うん、この3人でピンクレディをね、うん、作り上げたと言っても過言ではないかと思うんですけど、もともとピンクレディっていうこの2人はあれですもんね、スター誕生でね、先生が出てきた時はフォークソング歌ってるんですよね、うん、オーバーオールを着てですね、もうすっぴんで、はい、もう田舎の姉ちゃんっていう感じですよ、うん、ギター持って弾き語りみたいな、そういう雰囲気のフォーク歌手を、あそこまで独特しい何とも言えない、ものに仕立て上げたという、うん、多分本人は嫌だったと思いますよね。そうですね、なんでこんなことやらされて足をカパカパね開いたりするのは思うんですけどね。まあそのペッパー警部でも UFO でも、例えば地球の男に飽きたところよ、もうそこまでその発想を飛ばすことが今の僕ではちょっと できないから、やっぱり悪友先生のこの発想力っていうのは、やっぱりこれはもう日本のトップに君臨する作詞家のもう発想力だなって思います。まあ、本当に修行時代に、放送作家だったりとか、CM を作ったりとか、まあ、いろんな経験とその素養が相まって作詞家になった時にね、花開いたんだと思いますけど、まあ、ものすごいジャンルが広いですよね、引き出しが多いというか、ね、多いですね、はい、本当に多いな。なるほど、この発想は確かにそうですね、はい、ペッパー警部ですから ね、 そうですね、ペッパーっていう名前自体もね、すごいどっから来ましたね、本当。そうですね、まあ、ある意味50歳ぐらいの女性の方はもうピンクレディのイントロが流れただけでみんな無意識に踊り出していますからね、そのぐらいもう日本を席巻した2人組でございます、みーちゃんとけいちゃんですね、まあ、その2人組のヒットの裏にはやっぱり悪友という偉大な作詞家のこの発想力っていうのがやっぱり、あったんだなって僕は思いますけどね、なるほど、はい、さあこの発想力を
を、まあ、横山先生また違うね、また別の発想力で勝負されてるのでね、はいはい、もうサチコマン譲りの素晴らしい発想力でございます。はい、うん、さあ、続きまして今度は、はい、ノートパソコン、はい、ノートパソコンですけど、これはどういうことでしょうか。はい、悪友先生っていうのは、はい、あのこっからちょっと言うのは悪口でも何でもないんですけど、はい、日本の演歌界っていうのは、あのすぐつるむんですよ。全然悪口じゃないんですけど、もう何かというとゴルフコンペとか、はいはいはい、パーティーとかやりたがる、うん、でその都度もう日本の演歌を動かす作詞家作曲家、ディレクターさんとかがもう集まる、うん、それがもう年に何十回もあるんですよ、うん、ゴルフコンペだけでももう何回やりゃ気済むんだぐらいの勢いでやるんですよ、うん、全然悪口ではないんですけど、うん、でそういう集まりの中で僕、うん、悪友先生もお見かけしたことって実はないんです。濡れない、本当にもう、うん、なんていうんですか、そういうところには顔を出さない作詞家の先生っていうイメージがあって、その中であるテレビ局の収録の時に、悪友先生をお見かけしたことがあるんですね。でその時にそのテレビ局のテラスのもう端っこの方で一人でノートパソコンをこう見ながら、はい、じーっとこう、うん、ものを考えてる先生の姿を、うん、お見かけしたことがありまして、うん、でその時は確かまだ悪友先生は新聞とかにも連載とかされてて、うん、もう本当にお忙しい時期で、うん、でその考えてる姿を見て初めてなんていうんですかね、物書きの誰をも寄せつけないような危機迫るオーラっていうのを初めてその時に僕感じたですね、はい、それでもうすごくもう印象になってる風景ですね、これ。はい、まあ、先生もフェイスブックでその写真を拝見したことがありますけども、はいはい、やっぱ近づきがたいような何かあるわけですね。もう本当に近づきがたい感じがしたですね。おそらくじゃああれですね、先生のマネージャーさんからすれば、先生が創作に入ってる時とかゾーンに入ってる時っていうのを近寄りがたいものがきっとあるんでしょうねもう自分では気づかないですけど、なんか言っても大声で言っても見事で先生って言ってもなんか聞こえないような、うん、なんかゾーンに入ってるっていうかね、うん、いやもうその時の秋代先生はもうノートパソコンを見てるというよりも、うん、見つけてるっていうふうに僕にはちょっと見えて、うん、でやっぱり他のまあ人たちはやっぱテレビ局なんでもう談笑してたりなんかしてる中で、ちょっとポツンと離れて悪友先生だけもうノートパソコンを睨んでるお姿っていうのがもうすごく印象に残ってますね。まあ、それだけなんかいろんなものを無から有をもう身を削る思いでいろんなものを作り出してたんでしょうね。多分僕ではもう考えられないぐらいいっぱい物事を考えてるんでしょうね。普通の人は何て言うんですか、石油じゃないですけど埋蔵量みたいなものがあってだんだん枯渇しちゃうようなところありますけど、次から次へとね、枯渇しないでこう、それがどんどんと湧いてくるような凄さを阿久先生はありましたもんね。またいろんな、高校野球をね毎回連載して、その毎日スポーツ新聞とか詩に書いて連載してて、そうですね、うん、そうでしたね、うん、学校によってはそれを何て言うんですか、石碑にしてね飾ってあるというか、陸前高田の高田高校という、うん、震災でねすごい、被害に遭った学校は甲子園に出た時にちょうど雨でね、うん、8回2アウトぐらいでコールド負けしちゃったんですけども、うん、あなた方は甲子園でまだアウト4つ分だか5つ分貸しがあるんだから、うん、その貸しを取りに帰る権利があるんだと、うんうん、決してそのうつむことはないと前を向いて、頑張っていけばいいみたいな、なんかそういう青春の歌みたいなのをね、うん、書いて、その歌碑が高田高校にはね飾ってあったりしますよね。素晴らしい。それを全試合見てるんですよ、阿久さんはね、うん、すごい。高校野球をね、炎天下の中で何十年もね、そうですか、はい、うん、それはすごいなって思いましたね。そういう経験を通していろいろ名作が生まれてるわけでございます、うん、さあそして、はい、第1位は、はい、作詞憲法でございますか、はいはい、これは阿久悠先生が、うん、まあ、も作詞をするときに、はい、もしくは作詞ができたときに、うん、照らし合わせていた、もう阿久悠先生が独自で考えた作詞憲法、これ15箇条あります。でこれから、作詞をされ
ってみたいという方、それから歌い手の皆さんも、うん、これネットですぐ15箇条出てきます、うん、でこれ、ぜひ一度は読んでおいてほしいなと、はい、で僕は自慢じゃないけど手帳には必ず毎年書きます、うん、この15箇条は。あ、新しい手帳に変えてもその15箇条を、はい、15箇条は書く、書いて、はい、で自分もやっぱりその悪友先生には足元にも及ばないですけど、自分の書いたものがこの作詞憲法にこう沿ってあるのかどうか、または自分が書くときに憲法を読んでみて、これにこの憲法に沿いながら、うん、書くという作業をしてます、うん、で、手帳に書いたらこの書いたページにこのエナグッズのこちらを貼り付けて、すぐ、いつでも見れるような状態で、ありがとうございます、嬉しい。15箇条、15箇条が見れるように、はい、こちらエナグッズの付箋でございます。ありがとうございます、はい、先生使っていただいて、これ、ね、何色5色ついておりますので、はい、とてもね使いやすい、素晴らしい、はい、すぐ作詞憲法が出てきます、はいはい、こちらはひとみちゃんおいくらで販売してるんでしょうか。はい、1000円です。1000円で販売しておりますので、ね、株式会社ランドまでご連絡いただければと思います、はい、よろしくお願いします。使っていただいてありがとうございます。 ありがとうございます。いつもいつもこうやってこう仕込んでいただいて、今日はどこで出るかなと思ってましたけど、これは幸子マンとあれですか、あの打ち合わせをしとくんですか。ちょいちょい話すことはあります、はいはいはい、そうですか、本当です、うん、やっぱり幸子マンさん、幸子マンさんあって先生があって、ね、私があります。すごいですね。ただその作詞憲法だけ本当にこれから作詞家を目指すという方、はい、作詞されてる方、それから歌い手さんが読んでおいても絶対にないと思います。むしろこれ知らない、知らないで作詞してんのって、うん、僕なんかはやっぱ思ってしまうぐらいの、うん、悪友先生の作詞憲法ですので、ぜひともネットにで簡単に出てきますので見ていただきたい。検索してね、はい、もちろんその、はい、そういう業界ではなくても、うん、なんか歌を聴く時の、ね、こういうことをまあなんていうのかな、はい、自分の中で歌しながら作られていたんだってことを知るっていうのはね、また歌を楽しむにはいいことですよね、はい、いいことですね、はい、で最初作詞家デビューしたての時は、はい、よくこんな作詞憲法みたいなのを考えてやっ、うん、出るなって本能のままに書きゃいいじゃないかっていうふうに思ってたんですけど、やっぱり実績を積んでいくことに、なんか悪友先生、あ、今頃になって、あ、なるほど、あ、なるほどっていうのがこうちょっと多くなってきましたね。そうですね、まあ何かそれを、破るにしても、まあ、一つ認識してね、手法ありじゃないですけど、うん、段階を踏みながら乗り越えていったりすると、また違った、はい、まるっきり知らないで、うん、作るよりもまたよりレベルの高いものができるんじゃないかなと思いますね。そうですね、まあ、本当に語り尽くせないものすごい人なんですけど、まあ、ずっと詩を書いて、最後の方は小説を書いてなり、まあ、瀬戸内少年野球団とかね、映画にもなりましたけどもね。でだん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 こう昭和が終わって平成になっていくに従って、うん、その作詞から小説とかにだんだん変わっていって、うまあこういう名詞を出すとあれなんですけど、松本隆さんとか、秋元康さんが台頭してくるに従って、まあだんだん少しずつ阿久さんの詩が少なくなっていったっていうような感じがあるんですけど、そのあたり先生も最後の方はだいぶ苦悩したところもあったようですけど、うん、その辺でやっぱ時代というかそういうのもあったんでしょうね、うん、そうですね、うん、本当にまさにこのピンクレディの頃というのは、うん、まさにこう感性ぴったりぴったりで、うん、どっちがあったのか、阿久さんがこうなんか時代を作ってたようにも感じるぐらいすごかったですよね。これ多分日本の今 の作詞家100人集めてペッパー警部みたいなの書いてみるって言われても書ける人そうそういないはずです。なるほど、僕の予想だと秋元先生ぐらいでギリギリかなってぐらい、すごいハードルの曲ですよね。うん、なるほど、一つのペッパーケーブのまた凄さ改めて、ね、もう最初はね、なんかこう一瞬僕も聞いたコミックソングかなと思ったぐらいですけど奥深いですよね。奥深いですね、はい、深いです、奥深い歌とのペッパーケーブでございます、はい、はい。さあ、ひとみちゃんは悪友さん、はい、何か思い出すこととか思い出とかありますでしょうか。はい、亡くなった父が、はい、学生の頃、中学校か高校の時に好きだった伊藤咲子さん、
サッコさん、はい、歌を詩を書いたのがやっぱ阿久悠先生だったみたいで、はい、ひまわり娘とか木枯らしの二人、はい、乙女のワルツ、君かわいいねとか、はい、こんなかわいい詩もね、うん、阿久悠先生が書いてらしたんだなと思って。ひまわり娘も阿久悠さんなんですね。そうなんですね、阿久悠さんとこれは大好き、三木隆さんでしたかね、だったかな、ちょっと違ってるともあれなんですけどね、なんか、はい、本当にこういうかわいい詩もね、お書きになったんですね。なんかそれで、いや、本当にギリがたいところがあったというか、当時山口百恵さんはすごい人気があったんですけど、百恵さんの詩は書いてないんですね、阿久先生は。自分は中三トリオの桜田淳子の、はい、歌をほとんど書いているので、まあ、そのライバルである山口百恵の曲は書けないと、すごい興味があるし、依頼も受けたこともあるみたいなんですけど、それは申し訳ないけども、やれませんということで断ったというところがあるみたいですよね。だからもう作詞家ってほとんど男の作詞家って浮気症ですよね。ああ、はい、阿久悠先生みたいなタイプはまずいないし、作詞家って本当に同じで、この人に書いた半年後ぐらいにはライバルの歌手に普通に書いてたりしますから、浮気症じゃないとやっていけないと思う。なるほど、それをしないやっぱ阿久悠先生です。偉大ですね、素晴らしい。じゃあひとみちゃん、当時は阿久先生の詩だとは知らずに、なんかお父さんが聴いてる曲を、そうですね、聞いてた感じですかね。いろいろ縁がありますね、阿久先生の曲を聴いていたり、ね、横山先生のお師匠さんである高隆さんの情熱の嵐をお母さんが聴いてたりとか、はい、そうですね、だってでもそういうなんか巡り巡ってね、なんかいいですよね、何年経ってもこうやって素晴らしいものが残りますからね。ひまわり娘だとかペッパーケーブだとかって書く、その裏側で例えばカサブランカダンディみたいに、はい、ちょっとこう危ない暴力的な男を描いたり、その幅はやっぱりすごいなっていう、そうですね、ちょっとしたね、世の中の神羅万象の出来事から何か、ロマンスというかそういうものが生まれてくるんだと思うんですよね。イギリスの小説家でロバート・ルイス・スティーブンソンさんっていう宝島とか書いた人がいるんですけど、やっぱそういう人はもう街歩いてて馬車を見るだけでなんかもうストーリーが出てきちゃうというか、夏目漱石がやっぱりそういう影響を受けて、スティーブンソンについてそう言ってますけども、まあ映画俳優でハンフリー・ボガードを見て、おそらくそれをイメージして、そういうカサブランカ・ダンディとかが阿久先生はできてしまったんじゃないかなと思うんですけど、その辺の感性というかね、僕らにも同じようなものが見えてるんですよ、見えてるんですよ、24時間同じようにあるんですけど、それが見えないんですよ、凡人には。そうですね、ないですよね、阿久悠にはこういうようなちょっとしたこうカップから何かストーリーが見えて、いいね、ドラマができてきてしまうというかね、そこがやっぱりすごい感性というかね、見方なんだろうなと思うので、本当ですね、本当ですね、まあちょっとでも近づこうと思えば何かしら漠然としないってことなんでしょうね、はい、うん、何でも感動することですかね、感動したりね、こう見方をね、いろいろ感じてみるというかね、うん、当たり前のように見過ごさないというかね、そうですね、それが大切なのかなと思いますけどね、はい、阿久先生の思い出は尽きません、尽きません、尽きないですね、本当に、はい、ちなみに僕の阿久悠作詞で一番好きなのは、はい、こちらのところで、さらば涙という、ね、あ、森健さんですね、森健なんですけどね、これもね、どうしてこういう詩がね、はい、できるんだろうっていう、永六輔さんの、はい、上を見て歩こうと同じようにすごいなっていう、この詩を読んじゃうと、もうなんか作詞家になる人が世の中にいなくなっちゃうんじゃないかっていうぐらい、いや本当そう、そうですよ、すごいなと思いますけどね、そうですね、ある時阿久先生が、まあ、いっぱいいろんな直木賞は取ってないんですけど、国の勲章とか受賞して、はい、紫綬褒章とか何とか勲南東とか取った時に、あれの勲章を授与するのが文科省だったりとか総務省だったりいろいろするみたいなんですけど、森田今現千葉県知事が、
文部政務次官とかの頃にちょうどやっぱ芥先生を、表彰した時があったらしいんですね。勲章ですか。その時に森健が芥先生に、はい、まあ、勲章をね授与して表彰状を渡した時に、まあ、ものすごいなんか恩返しができて嬉しかったっていうことをね、森さんは話してましたね。そういうことですか。まあ森健は確かに素晴らしい役者なんですけど、ね、はい、この歌がなければ、はい、あのここまでなったかどうかわからないんで、出会いというかね、そうですね、それは重要だなと思いますね。そうですね、はい、うん、そんなんで、まあおよそ何千曲あるかわからないのアクサクなんですけどね、うん、カラオケなんかで歌ってたら、あ、これも悪言う、これも悪言う、うん、本当にそうだよ、ね、驚いたりしますけどね、うん、そんななんか、隠れ悪友の名曲を探すというのも楽しいかなと思いますけどね。うん、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ先生、はい、いろいろ今日も長時間ありがとうございます。いい、ここで、先生はなかなか言えないことが多い、はいはい、シークレットの情報が多いんですが、7月中旬以降解禁となるような何か、はい、ネタというか告知ございますか。まず7月中はですね、はい、関東各地、あらゆる歌謡イベントにお邪魔させていただきます。はい、なのでもし見かけられた方はですね、はい、気軽に声かけていただきたいなと思います。でやっぱりあと今年の下半期は2人のすすきので振り向いてだと思ってます。頑張ります。今ちょっとね、ビジュアルが長いというんですけどね、この曲をね、もう下半期はね、はい、今まだ暑いですけど寒くなってきますから、はい、その時に本当にみんながどういう風にこの歌を聴いてくれるのかっていうのはものすごく楽しみ。楽しみですね。ササラとかね、流行語大賞になっちゃったんですよね。そうですね。うん、あれいつも札幌ではササラが走ると、はい、ニュースになる。やっともうササラが走るぐらい札幌も雪積もりましたよみたいな感じで。じゃあ札幌の人はみんなササラって知ってるわけですね。知ってます。あ、なんでだと先生思いましたね。うん、最初なんだか鶏肉のなんですか。ササラみたいな。ただその深夜に走ることが多いので、日中は札幌市民といえども、札幌市民って基本雪祭りとか好きじゃないんで、はい、あんまり見ないのかもしれないですけど、じゃあまあちょっと夜になると出てくる、はい、出てくる、はい、だから終電の後ですね、終電の始発の間に走ってる、はい、酒好きの、はい、男の人とかの方は、うん、よく見てるかもしれないですね。ササラ、なるほど、うん、ちょっと実物を見てみたいですね。見てみたいですね、うん、見たことないですね。ちょっとやっぱ行々しいっていうか、戦車みたいな感じなんですか。そうですね、けど、あーって思います。あー、本当にそれ、ブラシみたいなのがガーって竹なんつうんですかね、なんかすごいのが前についてて、はい、それは一晩中走ってる感じなんでしょうか。そうですね、まあ一回走っても札幌なんかすぐ雪積もっちゃうんで。そうですよね、一回じゃダメですよね。だからもう雪の多い年はいっぱい見れるチャンスあると思います。なるほど、じゃあちょっとさすらをね、見に冬は札幌に行きましょう。そうですね、そして2人の鈴木のを振り向いてを、これをぜひぜひね、全国の皆さんに聞いていただきたいと思います。はい、そう思います。はい、鈴木のに行ったらもうずっとこれが流れてるとね、嬉しいですね。はい、じゃあこれを楽しみにしたいと思います。はい、じゃあ先生またね、今週末も開演で、はい、はい、皆さんのね、町の海沿いにお伺いいたしますので、はい、ぜひぜひ。棒が立ってたら、僕がいた後だと思って、はい、あ、よく先生来たかもしれないで、今いたんだみたいな、拝んでください。はい、先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。素敵なお話をいっぱい聞くことができて、作詞家というのは大変な職業ですよね。そうですね、すごい、それだけやっぱり世の中にね残る仕事なんだよね、うん、素晴らしいですよね。素晴らしいお仕事ですね。江中千美さんもこれから作詞をしていこうということなので悪友に近づけるか注目でございますけどね。ありがとうございます、はい、頑張ります、はいはい、今日はね、はい、ちょっと宮城弁講座が都合によりありませんので、はい、変わりまして、江中ひとみの熱血サッカー部というのが今日からスタートいたしまして江中ひとみさんはすごいサッカーが大好きなんですよ、はい、大好きです。サッカーのどんなとこが魅力なんでしょう。はい、なんか小柳ルミ子さんもおっしゃってましたけれども、はいはい
はい、なんか人の人生ってサッカーに似てると思いますし、なるほど、はい、小柳ルミ子さんはね、こういうパスコースがない、じゃあ作ればいいという本をね、今大変売れてるんですけど、これが東京書籍から出てるんですけどね、こちらのねライバルになるためにラウンドからぜひね、中ひとみのねぜひぜひね、ゴールに入らないんじゃゴールを大きくすればいいじゃないですかね、そういうような本をね、出せば良いのかなと思いますけど、いかがでしょうか。頑張ってみますね、はい、なんか小柳美子さんはすごい、はい、あの自分のノートが大きくて、そこに1日10回くらい試合を見るそうなんです。すごいですね、それみんなメモを取るらしい。年間に何試合見るって言いましたか、すごい見るんですよね、この方はね、2190試合、2190ってのはすごい数ですよ。すごい数ですね。サッカーで90分ありますからね、それを小柳さんは見ているという、はい、さあ、小柳ブスに負けないように江中ひとみさんもサッカージャーナリストを今目指しているということなんですけどサッカーの魅力について語りたいと思うんですけども、はい、今回はサッカー評論家の、はい、加藤敦史さんをお迎えしておりますので、はい、加藤敦史さんと同様に江中さんが熱くサッカーについて語っていただくということで、はい、加藤さんどうぞ。こんにちは。こんにちは。評論家の加藤です西野晃日本代表監督の後輩で、そして、はい、元日本代表技術委員長加藤久志さんの後輩でもある、後輩です、仙台二高での後輩、そして西野監督の早稲田大学での後輩ということで、仙台二高サッカー部、ディフェンダー、はい、ディフェンダーでございますけどね、その経歴で評論家を取られるのは分からないですけど、でもやっぱりサッカーをやったことがあるということはね、しかも西野監督の後輩、加藤久志さんの後輩っていうのも、そこはすごいですよね、素晴らしいですよね、系譜としてはね、そうですね、岡田武史元日本代表監督と同じ立場ですもんね。あ、そうですね、まあ、立場としては岡田武史さんとほぼ同じということでございますので、はい、さあ、平野さん、今日は何について語っていただくんでしょうか。はい、そうですね、なんかあのどのような、はい、あの、まあ、例えばシュートとかありますよね、はい、あのシュートボールじゃないですね、キックでこうキックで、はい、シュートするんですけど、はい、まあ、いろんなシュートの形があると思うんですけど、はい、なんかちょっと日本にしかできないシュートを考えてみました。なるほど、中国語と違います。ちょっとアニメチックなシュートですね。はい、はい、そうですね、はい、じゃあちょっと江中さんが考えてみました。それを、加藤さんと共に考察していきたいと思います。考察ですか。だと思いますけど、よくあのアニメの世界ですね、もう空高く舞い上がってとか、あとトルネードのように回ってとかってありますけども、どんなシュートでしょう。そうですね、はい、あの左と右サイドから、はい、こう交差してくるわけですね、選手が、はい、あの一斉にこう走る、ヒーローを、ま、真ん中に出していただいて、はい、はい、ボランチさんから、はい、そしたらそのフォワードの方がこう交差して、はい、どっちが打つんだろうかわからないわけですよね、はい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 、そしてあのどっちかが打つと、はい、そのゴールキーパーはさあ誰がどっちに打つんだろう、うん、X 攻撃ってどうでしょう。あいいですねどうですか。昔キャプテン翼で、はい、あの、はい、2人で一緒に蹴られたんですよ、誰と誰だか忘れたんですけど、一緒に蹴ってそれを球がブレるみたいな、うん、あ、なるほど。でこの江中、今江中理論だと、まあ蹴るのは1人なんです、1人なんです、蹴るのは1人だけど、こう来る、こう X に来るので、うん、こうゴールキーパー誰がどこに打つかわからない、うんうん、だから1人は鍵を押してみるような感じなんですけど、うんうん、そうすると、うん、あのゴールキーパーは分からない、うん、見えなくて外すんではないかと、うんうん、それフリーキックの時なら1人がまたでこっちに蹴るのとはちょっと違うんですよでもなかなか真ん中にこうディフェンスがいるので、うん、真ん中にこう行くのは難しいとは思うんですけれども、うん、なんかこう来た時にパスが真ん中にこう行って両サイドから選手が来てどっちかが蹴ると、そう、なるほど、ゴールキーパーはねちょっと迷いますよね。そうですね、まあ、その前に相手取られちゃうかなって思うんですけど、でもこれはでも画期的だと思う。でもね、あの例えばヒントってさ、あれじゃないですか、はい、バレーボールとかで、うん、時間差攻撃とか、ね、バックアタックとか、あるじゃないですか、はい、で例えば
セッターがこうトスを上げて、うん、近くにいる人がスパイクを打つふりして実はもっと先の人にトスが上がってたりして打つとかありますよ ね, すよね。そんなような攻撃とかどうでしょうね。いいと思いますね。なんか前にパスを渡すふりしてこっち側の人は蹴るフェイントして実は後ろにキックして後ろの人がシュートする、うん、そうですね、そうですね、はい、そういうのってねいいと思います。どうですかサッカー評論家の加藤さん。よろしいんじゃないかな。なかなか実現が難しいかと。そうですね。じゃあ加藤さんが考える理想のシュートってのはどうですか。理想のシュートというかこう日本独自のシュートってのはどういうのが考える。昔はい、それもあのキャプテン翼ですけど、はい、スカイラブハリケーンって立花兄弟とか一人が下に入って足を曲げて、はい、でもう一人が上に乗っかって、はい、ビヨーンって飛ばして、あそれ普通のジャンプ以上のジャンプで上からシュートを打つ、はい、あ、 でもあまり上だとゴールより上になっちゃうんですよね。ゴールより上から叩きつける、うん、あ叩きつける叩きつける。なるほど。で、はい、あの学生時代に、うん、まあ、小学校ぐらいですけど、うん、よくプールの中だと実現可能なんですよ、ね、うん、プールの中で一人潜ってプシューンって、うん、あの発射台になって、うん、もう一人が上に上がって、うん、ヘディングをバーンってやるっていうのは練習はしたことがあります、うん、なるほどなるほど、まあ、いろいろ考えてますね皆さんね。でも、うん、社長どのようにお考えですか。シュートシュートについてあまり考えたことがないですけど、あの例えばあの最近話題のスポーツってアメリカンフットボールっていうのがあるんですけど、はい、アメリカンフットボールっていうのはそのボールを持ってる人が、うん、前に進むためにブロッカーっていう人が、はい、ブロッカー、うん、相手とぶつかりながらこう道を開いて、こう進んでいくんですね。なんですか、機動隊のいうか縦みたいなもので、はいはい、縦を持ちながら縦の後ろをこう走ってるみたいな、そういう感覚だと思えばいいんですけど、はい、サッカーって、はい、なんかボール持った人って孤独じゃないですか。そうですよね。でボールを持った人がここの人だといたら味方が5人ぐらいこの何ですかボディーガードみたいに前にこう、あ味方が、ね、横に並んで、はい、この人がトン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 と進んでいくんですよ。ドリブルする人は敵が来ないんですよ。この人の背後にずっとこう隠れてるんです。でゴール前まで行ってそのなんですかボディーガードごとゴールまで入ってっちゃう。どうでしょう。いいと思います。いいですか。でもみんなで、ね、ボディーガードとともにドリブルで団子のようです。そう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 。なんだこれはと思いますよね。そうそうですね、はい、なんだろうこの動作は。更新というかね、みんなこう更新してくれて後ろからこうちょこちょこちょこドリブルしてね、でもまあいろんなルールがわからないけどね、これが合法的かどうかそうですよね、わからないんですけどね、マウスサイドに引っかからないようにそういうようなね、どうでしょう評論家としては。多分違法だと思います。まあ私が考えたこんなシュートとかね、そういうのがもしあればあの、ね、この番組にお寄せいただきたいと思いますけど、あれサッカーのなんですかフィールドっていうかピッチっていうんですか、あれ何メーターぐらいあるんですか。昔覚えてますよ。ちょっと100メーターぐらいあるんですかね。あるかもしれないです。アメリカンフットボールが100ヤードですから約90メーターあるんですよね。ということは、まあ、あのかなり大きな靴を履いたらば、そのドリブルがもうゴールに入るんじゃないかと思うんですよね。50メーターぐらいの靴を両足にこう履いてるわけです。ドリブル。どうでしょう。もうあの、キックオフ時点で相手ゴールなんですけど、そうそうそう、最初はあのピーってなってハーフウェイからキックオフになりますよね。その時にもうこれでもうゴールってどうでしょう。どうでしょう。はい、はい、あのいいんじゃないでしょう。あの西野監督に、そうですね、西野監督に今ねこの3人の意見を伝えてるの、ね、はい、あとゴールキーパーが手袋とかはめますよね、はい、これもかなり巨大なあのゴロちゃんがはめてるような手袋、もっと大きいようなゴールマウスっていうんですか、あれがほぼ防げるぐらいの手袋をはめてればね、廃業がないですよね。そうですよね、はい、鉄でできて、鉄でできてかなり丈夫な手袋というのを、そうです、違法にならないんですかね。これどうして水野とかナイキ作らないんですかね。今のうちにでもこれ特許とか取っててもいいんじゃないですか。そうです、来年これ水野から出てベストセラーになったら悔しいですよね。誰も得点できない。こうどうやって点を取るんだみたいな感じでね。このあのテニスも僕らは子供の時ラケット小さかったんですよね。あ、そうなんですか。もっと小さかったんですよ。テニス、ね。まあ、で今のラケットって大きいじゃないですか。手がラケット。
ていう感じになって大きくなったんで、なんであれももっともっと大きくなればサーブの時にもう相手のなんですかとコートまで行っちゃうわけですよね。どうなんですかね、それね。大きくした方がいいですよね。大きければね、終わってもうこれで相手打てちゃう。ネット際でコート全体を持ってテニスもダメなんですかね。オーバーネットって相手まで行っちゃダメなんですかね、ラケットもね。多分ダメなんでしょうね。どうなんでしょうね、その辺もちょっとわからないですけどね。僕らね、昔プロゴルファー目指してる時、そうくだらないの考えましたよね。大きなヘッド、そういう大きなヘッドとかね、シャフトが400ヤードだったら普通でワンオンするだろうとかね、どうやってティーアップするんだよとかね、400ヤード先にティーアップして当たんねえだろうとかね、そういうことを考えると妙に楽しかったですね。まあサッカーから随分ずれましたけどね、皆さんそういうなんかいろんなね、ね、そうですね、姑息な手から正統派な手までいろいろ考えて、日本サッカ ー、今日の偉い人にはX 攻撃。そう、X 攻撃。どうでしょう、皆さん。どうでしょう。どうでしょう。皆さんのご案内をお待ちしたいと思います。はい。じゃあ、編集長、今日はありがとうございました。編集長、今日はね、この後はね、あれです、告知でございます。株式会社ラウンドから、素晴らしい本が2冊出ました。まずはこちらでございます。はい、何でしょう。選んだ人です。はい。はい。相続の問題は、不動産の問題です。です。はい。これはね、相続とか。不動産に、はい、まあ、今ね、差し当たって直面していない、興味がないとか関心のない方も相続のことが楽しく分かる、不動産のことが面白く読めます、これを読むことによって世の中のね、経済だったりとか、世界の仕組みが分かるようになっておりますし、韓流ドラマとかホームドラマを見てるとよくね、いろんな、なんつうか実施とか、あの用紙とかいろんな問題が出てきます。そういった時に大変参考になりますので、ドラマを見る時の参考書にも最適でございます。はい、ぜひぜひ。相続の問題は不動産の問題です。大変今売れておりまして、6月1日には150冊も売れました、はい、ね、この勢いで売れていくと年末まで大変なことになります。はい、はい、大増刷の体制はできている。はい。さあ、はい、続いてはこちらでございます、はい、相撲ファンの皆さん、お待たせいたしました。中相撲殺人事件という、一体中相撲殺人事件って何だと、これ何なんでしょう。中相撲殺人、文春文庫で、はい、小森健太郎先生、これこちらの著者の小森健太郎さんという東京大学を卒業された、うん、はい、今大変人気のミステリー作家でございます、はい、の、 あの文春文庫で公表いただいている大相撲殺人事件という、はい、すでにもうよく出ている本がありまして、はい、それの続編という形で今回ナウンドから出すことになりました。文春が大相撲だからナウンドは中相撲でいいだろうというね、まあちょっと隠したというね、まあ向こうが横綱ならこっちは小結びぐらいかなというところで、謙虚に中相撲殺人事件。でも中身はもうすごいね、横綱超えてますよね。はい、はい、もう面白いミステリーですけれども、はい、ミステリーという要素だけではなく、うん、面白いコミック的な要素も入っているので、うん、どんな方にでも楽しんで読んでいただけると思います。もう相撲ファン、ミステリーファン、もう最後の1行までね、もう大どんでん返しの連続でございますけど、最後こうかなと思ったらうっちゃりというね、技を食らうというすごい面白い本でございますので、はい、ぜひぜひこちらの本2冊、はい、株式会社ラウンドから発売されております。こちらでございます、はい、書店でお買い求めいただくか、もし本屋さんに並んでなければ本屋さんにご注文いただくか、はい、ラウンドまでお電話ください。電話番号は何番でしょうか。はい、はい、東京03-3268-2311までお電話ください。はい、はい、お待ちしております。お待ちしております。さあ、そして今日の視聴者プレゼントでございます、はい、なんと帯ができました、はい、本格ミステリー大賞、評論研究部門受賞でございます。大賞受賞でゴールドの帯がついております。本格ミステリー戯作三昧、E.Q. さんという著者でございますけど、こちらが本格ミステリー大賞受賞記念でございまして、10名の方にプレゼントいたします。こちらは古今東西の有名ミステリー作家のパスティッシュ、
模倣作品と解説が分かりやすく載っております。名著でございます。2700円プラス税で発売されております。10名の方にプレゼントいたしますが、1ヶ月経っても届かなければ外れたと思ってぜひ書店でご購入ください。宛先は谷中ひとみさん、こちらでございます。どうぞ。はい、東京都新宿区山吹町361、電話番号東京03-3268-2311までご連絡ください。はい、はい、ちなみに抽選は、はい、加藤敦史サッカー解説者が行いますので、はい、足で、ぜひぜひね、加藤さん素敵ですとか加藤さんかっこいいですとかって書くと当たりやすくなりますの です、ね、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、谷中ひとみさんの方から何か告知はございますでしょうか。はい、はいはい、7月8日日曜日、はい、はい、こちらですね、はい、タイトルが恋のミルキーウェイ、はい、こちら主催ライブがあります。はい、本当は恋するミルキーウェイでしたね。あ、はい、そうでしたね、はい、あ、すいません、はい、こちらね、どうぞ皆さんお越しください。そうですね、7月7日がね、七夕でございますの で、はい、中ひとみさんのふるさと仙台もね、はい、七夕で有名でございますからね、七夕祭りもあります、はい、7月8日日曜日、はい、はい、神楽坂バッシュレコーズで、はい、はい、ございますので、牛肉が当たるかもしれない、そうですね、ビッグイベントでございます、はい、来てください、どうぞ来てください。そして読書家の皆様に朗報でございます、はい、こちらね、エナグッズのブックカバー、はい、出ました。こちらね、こう素材もデニムの感じで、はい、とても持ちやすく重厚感があって、はい、本を読んでることが喜びに変わるという。そしてひとみちゃんのこの、ね、白い素敵なちょっとねニキャラもね、キュートで可愛らしい感じでございますけど、こちらが一つおいくらでしょう。はい、はい、2000円です。はい、2000円ちょっと本より高いなと思うかもしれませんけどこれは2000円なりの価値があります。はい、もう一生ものです、持ってるもん。そうですね、はい、はい、もう親から子へ、子から孫へずっと受け継いでいく素晴らしい、商品でございますので、ね、ぜひこちらも2000円中ひとみのライブ、はい、もしくは株式会社ラウンドまで現金かけて、ね、切って定額壊せて申し込んでいただければと思います。はい、僕毎日これ読んでるんですけどね、まあ、ラウンドのあんまり文庫がないんで今読んでるのは林家木久扇の本を読んで、林家木久扇さんのバカの天才枕集というのを読んで、いろいろと日本ラーメン党の気候市長のね、ものを読んだりしてるんですけど、もちろんこの、なんていうんですか、どこまで読んだかっていうしおりのね、紐もなんと2本もついてるんですけども、白とネイビーがついてるんですけども、はいはい、これだけでは足りないという方のためには谷中ひとみのしおり、こちらもセットでついて2000円でございますのでね、はい、本来はこちら5枚で1000円だったんですけどもこちらもサービスしちゃおうとそうですね、いうことでですね、はい、このまたしおりがすごいんですよね。はい、厚手でこれ業界用語で言うと加藤編集のねこれね、マット PP 加工という、そうですね、マット PP 加工っていうのは多少水に入れる、あ、つや消しなんですね、つや消しで丈夫で加工になってるので、長持ちするんです。親から子へ、子から孫へ使えるしおりでございますね。これ1枚あればね、本当にボルボと同じぐらい使えるという、はい、大変素晴らしい本と書類でございます。こちらもぜひぜひご買い求めください。よろしくお願いいたします。はい、はい、他にありますか。こちら特にないですね。はい、今日は30回ということで、はい、素晴らしい大物ゲストの方にも来ていただきました。そうですね、じゃあここで最後にね、はい、もう一回皆さんにね、はい、来ていただきましょう。まずはゴロゴロネさん。違うにゃー、はい、クレッシャーさん油断してて僕ら外せなかったにゃ。そして横山先生どうぞ。はい、いった。さあ、4人座れますかね。はい、大丈夫です、ね、なんとか無理やり座っちゃいましょう。座っちゃいましょう。はい、さあ、報道陣の方もね今一生懸命撮ってますから、明日のデイリースポーツスポーツネットに乗るかどうかはちょっと分かりませんけども、僕らの SNS では乗る可能性が高いということなんでそこは間違いなく乗るかと思いますけどね。なんかポーズを撮りますか。にゃ、なんか木のポーズってあるんですか。猫のにゃ、ここですか。にゃにゃ、化け猫って感じですね。化け猫にゃ、あと肉球見せる、肉球見せる
はい、はい、じゃあ放送局の撮影終わりましたか。はい、じゃあ次は放送局の方大丈夫ですかね。今日もね、たくさんね、視聴者の方来て、あ、こっちの報道陣の、はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、横山先生、はい、今日、30回目放送でもう二十数回出演をいただいておりますけど、うん、どうですか。はい、はい、いや、もうこういう記念すべき筋目の時に出れて、もう本当に光栄でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。先生、この番組はここまで全然とんでもない。ありがとうございます。はい。さあ、今年のすすきのは暑いと。そうですね。はい。うん、さあ、ゴロちゃん。ね、はい。化け猫生活5年目、30年目を目指して、今日の放送はどうでしたでしょうか。もう久しぶり来れて嬉しかったにゃ。にゃー。また呼んでにゃー。また来てください。はい、ぜひぜひ来てくださいね。はい、7月4日も猫カフェの方にぜひぜひ足を運んでてください。はい、じゃあそれではね、30回目の皆さんお疲れ様でした。どうもありがとうございました。今日も長時間ご覧いただきましてありがとうございました。じゃあひとみん、じゃあ最後に、はい、はい、それでは皆さん、はい、次回の猫カフェまで、はい、はい、See you。No.